ゆもひゅうが、あおい、美魔女と呼ばれてる人大体歯多い大和カラです。今日はない、今日はモノマネ。モノマネですか。おお、モノマネで外オープニングですか。はい、4人で外オープニング撮るっていうのも不思議な感覚です、ね、引っ越し業者の時ぐらいじゃない、ゆうたんちの、うん、突撃系の時だけだ、うん、そうやね。いや、ほんとそうだ。本日もゆうたくん元気に自宅療養中ということで、まあ、4人で動画を撮っていきましょう。はい、はい、モノマネ言いましたけれども、うん、じゃあこの中でなんかモノマネできるよっていう人。モノマネか、まあ、テイクオーですけど、ドナルドダックとか。ああ、ゴーク王ですね。似てる、似てる。いや、ゴーク王です、うん、こんな感じのやつしか持ってないですね。え、他はないの。うん、ディズニー好きだから。え、お前ディズニー好きなの。初めて聞いたんだよ。初耳すぎるんだけど。あの、モノマネの中では、モノマネとしては。あ、なるほど。あの、グーフィーとか。あー、グーフィーと何言ってんだい、山ちゃん。あ、めっちゃ似てるじゃん。めっちゃ似てる。何言ってんだよ、山ちゃんは。もう、なんか人間見に増しちゃったけど。ウキオーノだけ、ウキオーノとか。うん、そこだけ、そこだけ。はいはい。あっちゃんは、なんかモノマネ。俺は、まあだから、あのエスポの笑い方とか。うん、もうそう、初めて。エスポの笑い方。まあ、例えば、もっちゃん。あー、めっちゃ似てる。似てる、似てる、似てる。ハンク。確かに。めっちゃ似てるわ。投げかけてすぐ飛んでくるもんね。そう、なんか人に入ってる笑い方みたいな。失礼だけど、ちょっとあれ適当に笑ってるから。腹から笑ってない。早いから終わんの。確かに口で笑ってるみたいな感じで。じゃあその二人の笑いぐらいかな。笑いっておもろい。笑い方ジェスターって全部。あはははははは。あはははは。あはははは。ちょっと高いかもしれない。僕結構モノマネ得意で、あの最近習得したモノマネが一個ある。うん、一個やってもいい。はい、ポルノグラフィティ。まあ、アポロ。いきますね。僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに。すごい、すごい。やっぱりすごい。出るんだ。何回聞いてもこれすごくて、すごくておもろいんだよ。これ本当にすごい。これすごいんだよ。なんかいつものヤマトの声の時より出てんだよね。そうなの。モノマネすると出る。うん、俺結構モノマネ好きで。いや、昔からやってるね。中学校とかやってたよ。ずっとやってる。マジ何やってた俺中学校。友達の真似とかもしてたから。先輩の真似とか、あと流行りの半沢直樹とかいろいろやってた。そうだ、やってた。めっちゃやってた。だから動画撮って送ってきたりしてた。一人半沢直樹っていうのがあるんだよ、ヤマトの。大和田ジョン対半沢直樹のヤマトで、あれとかあんの。いや、動画さすがに俺あれ送ってるから。ああ、持ってないけど。ヒューガとかに送ってたよね、多分。送ってた。バカにしてこない、褒めてくれる人に送ってた気がする。俺のマイクの携帯があれば。ああ、あの生徒手帳。そうそう、貼ってない気がするな。いや、俺3つ頂いたもん。嘘。さすがに貼ってないと思う。俺高校のやつには見せる気なくやってる。俺も LINE できて。俺がやった。ヒューがやったやつを見てる気がする。え、何、ヒューが俺のやつを晒しちゃったもん。そう、ヤマト友達と半沢直樹ヤバすぎましたみたいな。おえぇ。いや、覚えてないな、あんまり。結構その一人三役ぐらいやるから。すっごい面白かったよ、あれは。本当にその位置移動してやるやつ、あれはマジでもうカットできないから。移動すんだよ。まあ、モノマネっていうのはまあ一つの芸なわけじゃないですか。本日は今ちょこっと話したモノマネに関する企画を取っていきたいなと思うんですけれども、だいぶヤバ企画になる予感がしております。ということで本日の企画、ゆうたモノマネロケ。おこの間の今後どうしていくかの会議をする動画で、なんかロケしたいみたいな、ありましたよ。で、なんかロケ撮れないかなって考えた時に、普通にロケやってもまあちょっと企画にはならないということで、まあ、なんか枷つけてロケやろうかなって考えた時に、全員がゆうたの格好をして、全員がゆうたとして、ゆうた4人集でロケを撮ったら面白いんじゃないかなって思いついたわけですよ。ああ、ゆうたみたいな人が来るんじゃなくて、俺らがゆうたになる。そう、誰よりもゆうたのことを知ってる4人ではあります。そりゃそう。全員にゆうたになりきればとんでもない化学反応が起こるんじゃないですか。はい。いや、それエグそうだな。マジで。まあ、だから企画の趣旨としてはキャラ入れ替え企画と一緒ですよね。の全ユータ版ってことですね。そう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 。この間あのご飯一緒に行った方に言ってもらったんですけど、キャラ入れ替え企画はとにかくいいと。そんなにコムドットの動画を何本も見たことがある方ではなかったんですけど、全員がモノマネするじゃん、うん、で、あそこにさ説明が出てくるやん。あれが自動的に他己紹介っていう、あ他の人が誰かを紹介するっていうので、普通の動画を見るんじゃなくて、あの動画を一発目に見ても、あ、コムドットってこいつがこういう感じなんだっていうのがつかみやすい。おお、
から過激にやってるからこそね。あ、そうそうそう、初めて見た人でも一発でスッとコムドットっていう集団が理解できるから、あの動画めっちゃいいっていう。おお、嬉しい。なんか意外じゃない？そんなふうに思ってな。説明とかがね、結構丁寧なのが大事らしいっすね。なるほどなるほど。ヤマトメモみたいなね、うんうん、だから本日はユウタっていう人間が、まあ、とことん伝わるんじゃないかな。うん、まあ4人から見てる分全部いくわけだから。そうね、それはちょっと豪華ですよ。豪華だね、うん、悪いとこも結構出ちゃうんじゃないですかね。そうだね。だから基本的にやっぱ一緒にいるから半々ぐらいで知ってるからね、いいとこも悪いとこもね。俺企画組んだ時に面白いなと思ったんだけど、成立するかみたいな。いや、そうなんだよ。今どうしようと思って俺も考えたんだよね、スロケしてる自分を。ユウタが隣にいるわけじゃん。俺ユウタなのに。だからあっちゃんに絡むユウタとかができないやん。そう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 。一人のユウタなのか。確かに。で、何を喋ればいいのかが分かるっていうか。ユウタは自分からこうね、話題を出したりし展開するタイプでもないから、そう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 、トークに対して入っていくから、ってなると誰からもトークが出ないっていう。ユウタが4人いる場合どうするんだろう。だってどうなんだろう、触んなとか言うやん、ユウタって。いや、触らないじゃん、ユウタ。それも生み出せないし、うんうん、変なボケを別に急にしてこないし、ユウタは変なボケをしてる俺とかに鋭いツッコミとかするわけ。俺ばっかりはちょっとやってみないとわからないということで、はい、服装なんですけれども、まあ、ユウタ君いないわけじゃないですか、はい、なんとですね、ボン君がユウタの服をたくさんパクってきてくれました。ありがとう。優秀優秀。どうやった？よくやった。え、バレた？お母さんがぐらいに家に来たらしい。そういう連絡取ってスーパー行くふりして服くださいってもらいました。おー、作詞ですよ。ユウタの服が今あるんだよね。だから俺は今から着替えるんだけど、ユウタはこの動画で初めて知ると。勝手に着られてる。いや、マジぶち切れる可能性あるよ。一回だってバスケの試合、プロの人たちとユウマとユウタ出て、それで俺らがさ、ふざけてユウタのバレンシアガの服を着て応援しに行ってて、じゃあ、あっちゃんとトベぶち切られてたで。ま、マジで切れられてた。マジで切れられてた。え、あれ誰が来たんだっけ。あっちゃんは来てた。俺は来て、その辺3人で来てこってなって、俺来てたんだよ。ヤマトが着てるやつ、オトベになんか着たしたんだ。俺はね、最初から怒られるの知ったから着なかった。で、俺がイケイケだったから、やれやれ、お前ら着ろみたいな感じで着さしてたんだよね、みんなに。オトベも着てた。ユウタのために応援だから、マジこれは怒るはずないみたいな。そう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 、全然その怒るなんて予想外だったんだよ。で、ちょっと言ったら、マジでキレられて。で、夜ぐらいまでちゃんとずっと怒ってやん。ごめん。まあ、少し汚しちゃったってのはあるから。あーちゃん、そう、ミスってた。ミスがあったね。いや、そんなん今日ありえること、うん、ロケなんてしてさ、ご飯なんて食べて汚れるかもわからんやん。いや、まあでもしょうがない、休んでるから。まあそうだ、何も言えない、何も言えない、何も言えない、さすがに何も言えない。今日はもう、あの時は頑張ってんのに。そうだよ、俺らが服着た。あれは俺らが 100% 悪いんだ。そうだね。危ないのが大汗かいちゃいそう。いや、そう。あ、そう。俺もだって今、俺もう T シャツやばいもん。マジ？それ、それ。え、今汗かいてる。めっちゃかいてる、俺。今、うん、めっちゃ涼しくない？いや、暑い、暑い。いや、それ水色だからだよ、お前。え、色関係なくね？色は関係なくね。いずれやっぱ涼しいから。で、あっちゃん汗かいてる。いや、汗かいてる。うわ、じゃあ絶対ユウタの服で汗かくじゃん。そうだ、だからそれはマジ申し訳ない。え、しかも今日全員ニット帽だから。あー、もうなんかそれもやばいよ。帽子の汗とかやばい。抜け毛えぐいかも。え、ユウタ、ユウタ、俺のニット帽って思ったっしょ。安心してください、ユウタはニット帽です。いや、申し訳ない、本当に。どんな顔でこの動画見んだろう。いや、マジ若干切れてるよ、今は。今んとこね。けど、やっぱこっからその面白くなれば。そうだね。そう、笑ってくれるかもしれないから。頼む。とことんやろう。とことんやろうか。こういう機会しかできない企画だから、逆に言うとね。ちょっと全力で楽しんでいきたいと思います。ぜひぜひ最後まで見て、もし面白かったら高評価とコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速やっていきましょう。はい、ということで着替えました。どうでしょうか、ゆうたくんの衣装着てみて。いや、普通にいい服で気まずい。これなんて100スタ着ちゃってるからね。確かに。いや、これそれぞれブランドとしてちゃんと値段もするようなものですから、これマジで面白くしないとまずいですよ。まあ、ゆうたからしたら、だから自分のモノマネされててめっちゃ滑られてたら怒るやん、これ。うん、めっちゃ受け取んないとまずいですね。死活問題ですよ。気合い入れていかないとまずいこれ。まずい。ヒューが結構さ、ゆうたやってきてるやん。コツとかないの、なんか。だけど、ユウタのモードに入っているといつもと違うツッコミが出てきたりはする。なるほどね。完全に憑依させるってこと。ユウタっぽい感じで頭の中切り替えてると、俺がやんないツッコミが出たりはするから、やっぱもう入り込むしかないよね、ユウタって。自分のいつもの振る舞いじゃ無理。無理無理無理。まあでも一応ルールとしましては、こちらのまあストップボタンがあるんで、ちょっとさすがに今のは違うんじゃないかみたいな時は、まあこれを押して止める。その時はもう普通にいつも
それぞれの人格で喋って大丈夫なんで。はい。はい。で、またスタートしたら、もうずっと言う。いいっすか、じゃあもう早速。もうえ。それでは、前人未到、4人ゆうたロケ、スタート！ひどいっすよ。ちょっと待って、マジさむずすぎたね、彼は。マジでどう話せばいいの。ほんとびっくりした。ヨネタとして出だしってやったことないから、マジ出ていけない。むずすぎる。あれみたいな。そうだね、カウンタータイプだからね。そういいですね。はい、開始。あの後ろのゆうたがちょっとこれ塗ったも深すぎない。あのミスターインクレディブルに出てくるアイスのやつみたいになっちゃった。レース昨日一杯飲んで始めるみたいな。ああ、いやいやいや関係ないんだ、アイスも関係ない。いやむずいね、ゆうちゃん。いやむずいからってやっていいことと悪いことがあるからね。ゆうも光ってるやつがいないとキリにいけないの、マジで。その寝てるやつにゆうたは絶対何も言わないから。だから簡単に言うとさ、ゆうた4人とかこの世の中に残された場合さ、一言も喋らず各々死んでいくんだろ。いやマジそうなんだよ、本当に。だって全員一人でいたわけやん。ゆうた4人が集まってることが今やばいから。ゆうた4人は集まんないからね、基本的に。まあ始めてみる。始めてよ。いきますよ。はい。俺最近ちょっとひげ生やしてんで、いやね、伸びない、マジで。キューガとかキューシーが男性ホルモン多すぎて、マジ気色悪い相手。伸びないんだよな。俺も脱毛十分だ。この前の脱毛さ、めっちゃ痛くなかった。痛かった。みんなでも全部やってんの？大事なとこはやってない。それも聞いた。やってない。やってない。全員やってないか。いや、やってない、やってない。ここだけ。なんか痛いって聞いて痛いのやったらやってない。俺もやってない。俺もやってない。みんな一緒か。え、脱毛症。うん、やってない。え、脇やってる。脇やってる。俺も脇やってる。俺も脇やってる。俺も脇やってる。やってる。足はやってる。足やってる。足やってる。チンコ周りやってる。チンコ周りやってる。やってない。え、腕は。腕やってる。腕やってる。やってる。え、チンコ周りは。チンコ周りはやってない。やってない。全員一緒な。きついよ。そりゃそうなのがやばい。ずっと。そんなの暴露だけど。何言ってない。今のは、鼠径部の脱毛抜けしてないユータっていうくらいで。あとは最近ちょっとひげ生やしたい。あ、まあいいや、見えてきてんの。じゃあ、開始。これはどこ向かってんの。おめえには聞こえてる。聞いたんだけど。え、で今日何すんの。お前は決めてんじゃないの。え、何を決めてんの。なんだあるおい、喋れお化け。お前だよ、運転してるお化け。え、喋れお化け。てめえに言ってんだよ、てめえに言ってんだよ。お化け、どこ向かってんだよ。家。家やばいね。19時間寝る今日。寝すぎじゃね。まあでもいいね。そうそう、バイク免許取りに行ってやばいね。いや俺もだ、俺も取りに行ってんだよ。マジやばい、ね、全然時間なくて。でもガチヤマくんとかも行くって言ってたから、そのタイミング取れたらいいんだけど。確かにガチヤマくんも行くって言ってたな。でもどうせ行かねえんだろうな、俺ってやつは。そんな気しねえ。お前誰だよ。俺でもないのか、お前やばい人になってた。いやいや無理しなくていいんだ、ゆうたは。そうだね。
ゆうたはあくまで等身大なんだよ。そう、等身大でいいから変に気張っちゃいました。気張っちゃなくていいから。はい、バイクのやつ何回通った？2回。あ、俺も2回だ。2回だ。最近引っ越したんだけどさ。あ、俺も引っ越した。いや、俺も引っ越した。え、もうマジで結構いいとこ、なんかその空調が結構いい、いい感じで。あ、あれでしょ、な、一括管理みたいな。おい、なんでお前知ってんの？俺も一括管理だから。え、俺もだよ。え、俺もだよ。玄関入った瞬間涼しいやつ。ああ、そうそうそう。うわ、サイズ行きたい。あ、サイズ行きたい。サイズ行きたい。サイズ行きたい。サイズ行きたくなってきた。パスタ食いたい。パスタめっちゃ食いたい。3つ頼みたい。やばい、サイズで、あの、小指のサラダ4つ食べたい。俺3つパスタ頼むから、マジで食うな、お前ら。てか、自分で頼んで。お前らも自分で頼む。ちょっと俺、ミラノフードリアの子頼む。なんでその同じのばっか全員頼む？いっぱい。めっちゃ食いたいもんね。そう、そういうやつだもんな、俺って。サザエのつぼ焼きの時もそうだったわ。10個頼んだわ。安いのいっぱい頼む癖あんだよな、俺って。あれはでもみんなに迷惑かけて、なんかお弁当みたいな、サザエのやつがあんま美味しくなくてお弁当みたいな感じでみんなくれたから。俺もそれもらったわ。なんでだ、そういう経験あんな。俺もあんの。最近趣味みんな何やってないの？シミュレーションゴルフ最近行ってねえ。うん、なんか体痛くて、もうなんか飯食えないんだよ。野菜しか入ってこない。俺もだ。もともと好きな食べ物がね、なんかそのヘルシーな感じなんだよね。ああ、家帰って一人でぼーっと音楽聴きて。確かに寝るぐらい回復できるんだよな、あれ。いや、わかるな、うん、音楽聴いて目つぶると寝たんと一緒なんだよな、俺も。明日っていう予定早く。わかんない。俺、編集もでしょ。あ、終わった。いや、俺じゃないよ。俺だよ。働きやってんのよ。いや、俺も編集だよ。マジ働きてか、まあ、あの、俺からしたらもうアムギリとか、お前もう昨日もオフだったんだろ。あいつマジでやばい。あいつマジチンコ。仕事量もさ、どうなってんだよ。何で給料してるの？おかしいだろマジで。あいつ寝てるだけだろ、アムギリ。マジで楽してる。あいつあいつないんでしょ、明日も。あいつ明日もね。あいつ仕事少ないだけだろ。そうだ、怒るよ、あんちゃん。それあいつ大丈夫。頭悪いから大丈夫。あいつマジなんかゲームやる人にも大丈夫。そうやな、あいつ。いや、でも気づいてると思うよ、あっちゃんも。そういう自分なんか。いや、あいつ脳みそちっちゃいから気づいてないな。うん、あいつマジあの休めてラッキーと思ってるカスだから。そうやな、あいつ。お前どう思う？この話ダリ。ああ、まあやめる。ダリかった、今の話。ごめん、眠かった。続けようか。ユーマはどう思う？デートです。あいつの話で時間使いたくない。寝てた方がマシだよ。無駄体力使うから。じゃあ一回言うな。ヒューガーは？あいつはもうちょっとうるさすぎるから、もうやめさせた方がいいチーム。うるさい。あいつのせいでね。あいつ言ってんだよマジで。バンみたいな時あれガチでやつくから。本当に痛いな。やめさせよっか。やめさせよう。まあやめさせるのに賛成の人を。じゃあヒューガー。脱退で。ヤマト、あいつはいいんじゃない？もう好きにやらしてくれ。ヤマトもありきでやってるし、あいつ好きにやらしてくれ。普通に一応残留でいいか。あいつと二人でいいわ。他いらない。精力的に弱い他。あいつら三人だってあれやろ、ちょっと面白いだけやろ。悲しすぎた。悲しすぎた。自分たちで自分たちちょっと面白い。自分たちで自分たち苦しめてる。こんな冷たくないけどね。フルマックス誇張ですから、うん、まあ、全員がユータの場合だから、うん、止める人がいないから。そうそうそう、本来これ止めて笑ったりするから。ユータ全員がユータだとさ、テンションずっと変わんないね。上げられない。絡むからユータって上げるわけやん、うん、ウェイとか俺がやるからんだよとかやってくれるけど、そういうのがないと上げる必要がない。全く上げる必要はない。でもいいね、今んとこ結構いい感じで仕上がってきた。だんだんね、うん、順調だと思いますよ。いや、これさ、でもゆうたさ、別にこれでさ、感じ悪い風に見えないのすごくない？俺ら絶対今感じ悪く見えてるよね。いや、俺らが笑うからじゃん、ゆうたの毒舌とかで。なんで笑っちゃいけないもんね、基本的に。ゆうたの毒舌とかでは俺らは、ゆうたとしては別に笑わないから。自分で言ってる時って笑ってないよ。笑ってない。
だから俺とかが爆笑した後言い返すじゃん、お前おいとかふざけんじゃねえよとか言って、俺がギューとかゆうたんに顔とか触ってゆうたがテンション高くなったりするわけ、うん、ただ言ってるで終わんないからじゃない。なるほどね。いいなこのカオスな感じ、結構おもろいシュールな動画だね、うん、じゃあ再開。結局これどこ行くの決まってないならさ、俺行きたい場所あるんだけどいい？俺も行きたい場所ある。俺もあるな。どこ、うん、教えてじゃあ。せーので言う。いいよ、うん、せーの下北。一緒か、一緒か。うん、古着古着も食いたいもん。いやでも最近さ、もう服見すぎてさ、服アレルギーというか服恐怖症みたいな。俺本出したのよ、ちょっと前に。俺も出したの。いつタイミング、いつ。5年ぐらいに。俺も去年。百スタっていう本出した。え、全く一緒やん。全く同じだ。百スタ出した。これ表紙も。おー、俺も持ってるこれ。俺も表紙、これ来た。俺もそれ来た。俺も来た。今ユータが来てるやつ。パクんな、パクんな、お前は。もうパクる、パクらないとか話はどうでもいい。眠いから。でもとりあえず、だからその…え、ベリーさんの運転技術、ベリーさんの、ベリーさんの運転技術。あ、え、ベリーさん乗ってんの？ベリーさん乗ってるよ。え、プライベートで。うん、俺もプライベートベリーさんだよ。え、俺もプライベートベリーさんだけど、あの、ほぼスポーツか。まあでも、あれだね、俺は赤だから。赤は多分結構みんな持ってない。俺も赤だよ。俺も赤だよ。あ、じゃあ捨てよ。俺も捨てよ。え、お前でしょ。いや、オリジナリティ、オンリーワンがいい。あー、服食いてー。組みすぎてさ、あ、嫌いになってないの？俺まだなってない。でも服食えんじゃねえもん。いや食えないと思う、普通に冷静に考えて。ティッシュ舐めたら甘いみたいな。いや、ティッシュと服同じにしない。いや、服ステーキにして食いて。ナスみたいな。服ステーキ、ナスステーキみたいな。あ、着いた。どうするの？寝る？一回寝るか。一回寝るか。あ、運転ありがとう。ああ、ありがとう。シルエット出すぎてない方がいい。ちょっと待って、今の段差で行ったかも。気をつけて。ああ、ああ、いやでも撮影はやりきるもん。ああ、やばい。ちょっと待って、痛すぎる。ちょっと待って、痛すぎる。一回待って、痛すぎる。え、痛すぎる。いや俺も今踏んだとこのブレーキのところで足の指折れた。やばい。いや痛い、マジで痛い。肩やばい。ちょっと待って。バンバンバン、ちょっと来て。バン、ちょっと救急車呼んで。全員段差で怪我した。はい、ということで、しましたせいちゃんで行きます。行きましょう。あげろ、あげろ。撮影終わってやる。いいよ、俺。いいよ、俺やる。俺、俺カメラ持つ。はい。いや、いいよ、はい。俺持つ、俺持つ。はい、映って。困る、映って。はい、と、はい、いうことで、下北なんで、服見ていきます。はい。それでは行きましょうか。シャン、シャン。ちょっと待って、ちょっと。あ、ちょっと待って。いや、トラックジャケット欲しかった。あ、欲しい。それお前、オレンジとか着けるっけ？首上まであんじゃん。いや、その服の幅みたいなのがね、大事だから。じゃあ行こうぜ、とりあえず。え、なんか撮ってないの？あ、場所撮ってくれてる。あ、俺の行きつけのとこ。あ、じゃあマネージャーも一個ずつ持ってていいよ。あ、ひどすぎたら止めて。これ踏んでんだ。いや、いって踏んでる。右が座ってんだろ、これ。街中、街中、街中だ、街中だ。後でやれ、お前。あ、もうそれ、面白くない。どうした？ちょっと待って。痛そうだ。なんだ。じゃあ、どこ痛い？よし。おい！さすがに。やりきれ、バカ者だよ。ユーマって手優しいわ。ユーマって本当に締めてくれるから。ユーマ今日はやりきって、ぶち切れてただのおっさんみたいな。街で見るヤバいやつみたいなね。やりきろ、やりきろ。あ、これ乗るわ。あ、これ。いや、俺も乗りたい。
れじゃんけんしよう。これ乗るわ、これじゃんけんしよう。じゃんけんしよう。じゃんけんしよう。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。ちょっとアイコンめんどくさいからやめよう。やめよう。いいよ。アイコンはマジめんどくさい。アイコンが一番めんどくさい。時間がもったいない。アイコン、あ、いいよ。あ、こっち入る。危ない危ない、みんな寄って。危ない危ない危ない。いや、いいよ、お前寄って。いや、寄って。お前寄って。お前寄って。お前寄れ。危ない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  あ、これとかほら俺の子供に着させて、うん、あ、いいね。これ食べちゃっていいやつですか？これ食べれるとかな？食べれる。あ、全然ペロッとしてもらって、あ、ペロッとしていつも通りじゃない。じゃあ、あ、どう？いや、ゆうた基本人に感想聞かないから。そう、うん、すいません、お邪魔します。お邪魔します。本当です。一応全員ゆうたっていう体で、あ、その企画だったんで、ここからやらさせていただくんで、すいません。はい、やだやだ。このままユータとしてちょっと動くらしい。じゃあ、2人俺のカラーだ。俺のメンバーカラーだ。俺も緑だ。え？でもメンバーカラー緑だ。俺のメンバーカラー、俺緑。ちょっと、ユータ、お前のメンバーカラーだ。お前、あ、俺のだ。お前のメンバーカラーと、お前のメンバーカラー、俺のだ。俺のメンバーカラーだ。じゃんけんしようよ。じゃんけんで勝った人買えるみたいな。これ買う？じゃんけん勝った人。せーの、最初はグー、全面っぽい。はい、来た。それ買います。はい、買え。ふぅふぅふぅ、どれ？緑でメンバーカラーが似合うだろ、お前。それいい、鏡なくね、それ。言うた、言うた、鏡ないかも。そう、鏡ないかも。あ、ちょ、いいかもとかは。あ、そっちだ。どう？チェイ、いい、見てこい。俺の好きなブランド。ビッグドックス。持ってたっけ、お前。俺の好きなブランド。お前が作った場合以外、そういう顔すんの？
お前ブランドオーナーみたいな顔すんの。いいじゃん、俺が着れば何でも売れちゃうんだから。すぐに あいつはそんなこと言わないからね。じゃあ大会どうなの。これさ、ここで買った服は全部後でユータ支払いになってユータが着るみたいな。そうですね、まあ、そうでしょ。俺らの会計ではないよ。それはマジでユータの会計じゃありえない。ユータ払ってるちゃんと。でもそれはスポンとそうだってユータがやってるの。うん、そうだ、ユータに何やってあげてんだもんね。そうです、そうそうそう、やってあげる。ユータ汗かいてほんと重い。めちゃめちゃもう胸まで着てる。エグい。今日さ、頑張ってんだよ。暑い中。いやでもその申告したヒューはマジ偉いと思う。ユウマってやつが一応背中にめっちゃ汗かいてるかもしれない。バレないと思う。こいつバレないと思うんだよ、やってる。あと毛根。まあまあまあ。あまあ、最近その3つも被ってないから大丈夫。よし、まあじゃあ始めようか。じゃあ大体俺ちょっともうパーカーが一番好きなんだよな。あめっちゃいいね、ヴィンテージの感じ。黄色とかどう？合うんじゃない。うわピンクにしよう髪。ってことだ。これこれ。おい、眠そうなイメージがあるだけです。じゃあ再開買おうかな俺。ああでも俺も欲しい。あじゃんけんぽい。欲しい。せーの、最初はグーじゃけんぽい。いやめんどくせえ。俺もめっちゃ勝った。一発で決まんないじゃんけん。俺もやれない。これ以上のジャケしない。もうそれじゃね、時間無駄だから。最初のグーじゃんけんぽい。あーめんどくせえ。負けたのに。じゃあ勝った俺。じゃあこれ置いてて。はい、会計で。はい、あーめっちゃ可愛い。めっちゃ美味しい。これめっちゃ可愛い、うん、普通にめっちゃいいんじゃない。もう一回見ていい。すぐ、うん、じゃあロッカーで。うまい。あめっちゃいい。これフードとかぶったらさ、ヒップホップなんじゃない。ほらお、めっちゃいい。マジで。うわブルズだ。 NBA のブルズだ。もうブルズだ、ブルズだ。いやブルズやばい。いや、俺のターンだ。嘘だ、ゆうたんだ。でもブルズはどう。いいけど、俺のターン。じゃあ俺買っていい。ブルズ。いや、全然いいけど。いい、ブルズだ。あ、ブルズだ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 。あっダリダリ。あー今度買う。出ました、今度買うって。お前今度買うの俺買っていい。いいよ。じゃあ俺買おう。よし、ブルズも。まあそうか、こんな感じか。会計は、え、会計はいい。会計もう俺で、うん、まあ俺でいいよ。俺いい。いや、ここ俺持とうかなと思って。じゃあ頼む。頼む。私マジで持って、お前。だって持つって言ったから。持つって、最後に。うん、いや、いいんじゃん、じゃんけんで。いや、持っとう、お前。じゃあ、頼む、頼む、頼む。え、お願いします。お願いします。ヒューガや。ヒューガや。仕切り方だから。いいじゃん、いいじゃん。一応、ちょっと会計だけ聞く。会計41,200円です。4万1000円。払えるよ。今見てんだろ、今。いいよ。4万円あるよ。絶対払えるよ、あれ。払える。立て替える。立て替えるか。じゃあ、ちょっと立て替える。じゃあ、立て替えじゃんけんしょ。立て替えじゃんけんしょ、これ。それ、取り返せない可能性があるから。取り立てしない。これ結構危ない。俺はユータに普通に着てほしい服をチョイスしてるから。これは危ないじゃんけんな。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。よしちゃんと買ってこい。でかい。結構嬉しい。結構難しいます。普通におごらされるの。お願いします。はい、マジで普通におごらされるな。まあ、着てくれればいい。プレゼントだから絶対に着てね。プレゼント、プレゼントだから。ユーマってこういう時風外れるからね。太っ腹だ。ユーマになっちゃって4万円で大丈夫。絶対に着てね。優しいな。お見舞いか。はい、ということで会計終わりました。お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、結構買えたんで、じゃあとりあえず出ますか。はい、ありがとうございました。お付き合いいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いから。暑いから気をつけて。ありがとうございました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 。はい、どうする。買い物終わったんで。どうする。あ、どうするどうする、聞いてくんな、喋ってんだろ。腹減ったよね。うん、食おう、なんか食いに行こう。ガストでいいんじゃない。ガスト、
いやファミレスっていうか、あ、牛丼食いてえな。いやまあ、まあ、食うならマック、セイヤ、スキヤ、松屋、ガスト、どれか。ルーレットしろ。どれかやな。いや、ルーレットどう。ルーレットめんどくさい。向こう行くか。向こう行こう。とりあえず抜けよ。ここ、うっ、あ、カレー。俺今、何食えない。けど、タンドリーチキンサラダ。これ見て、空いてる。めちゃめちゃ空いてるわ。ここでよくね。じゃあ、これするか。あ、もうにしよう。米もある。米もある。めっちゃいいよ。米もある。いける。じゃあこの何ステーションにします。俺さ、あのあっちのなんか小料理屋みたいな。まあみんなで来いよ。みんなで来いよ。俺も食ってていい。いや、じゃあ俺も一人です。映画行ってくる。俺写真として一人。そしたら俺ここで一人。あ、オッケー。じゃあバラバラになるとさ、これカメラ的にめんどくさい。あ、いや撮影だからね。プライベートだったら一緒に食えたと思うね、お前ら。いや、ほんとそうだ。俺も小料理屋来てた。てめえよ。4人です。はい、ということで結局カレー屋来ました。うどん食いたかった。じゃあいただきます。いただきます。うまそう。スプーン変えていい。やばい、俺これ多分4枚ぐらい食える。マジで4枚ぐらい食える。多分そんな食えないと。マジでうまい。これ俺が頼んだやつだから一人食べさせて。自分で頼んだ。ん？自分で頼んだ。欲しいのきついね。いらない。自分で頼む分自分で頼んで。お紹介絶対食えよ。残しとけ。いただきます。久々に食べてるからやばい。胃が痛い。胃が痛い。はい。最近好きなことがいいの？ TikTok か全般。ああ、それで言うと俺もだ。それで言うと俺もだ。ダンスしてる子好きなんだよね。俺もダンス部めっちゃ好き。俺死ぬほど腰ヒット見てた。腰ヒットの前に出る瞬間スクショしてめっちゃもらってる。わかる。確かにスクショはして。ごめん、名誉毀損だね。あいつの前マジで訴えてる。友達訴えてみたっていうテンション。金取ってくる。トイコイ。でもあれじゃね、腰ヒットスクショしてんのはアムギリじゃね。あいつは死ぬほどしてる。あれとはガチでしてるもん。あいつスクショにとどまらず、あの動画保存までやっちゃう。うん、なるほどね。でもあの、うちのメンバーのユーマって、あいつバレてないだけでミスコンみたいな女の子ばっか殺してる。インスタで。インスタで。まあでもよくね、それは好きでやってることだけど、アムギリは陰湿すぎるやん。あ、でもアムギリ結構いろんな人と飯行ったりしてるらしい。なんからしいんだよ。ユーマってやつはミルセンだけど、アムギリってやつは手出そうとするらしい。手出すっていうか、アウセンなんです。出会いしてみたと。詳しくね、お前一番長いから。あうん、なんかさ、ひき肉くんわかる。うん、わかる。めっちゃ俺のこと好きらしい。え、俺のこと。俺のこと。え、俺のこと。好きでくれるのめっちゃいい。うん、ありがとう、マジで。はい、ということで、はい、頃合いですかね。はい。いや、疲れるなぁ、ゆうたでいるの。結構、ゆうたで遊ばせてもらいましたけれども、うん、あー、やばい。買い物ですか、これ。逆にテンション上げきれない、まだ。俺撮るだけです。あー、もうダメだ。めっちゃいい。あー、めっちゃいいわ。帰ってくるわ、俺が。目の周りに布があるの結構大変だね。あー、綺麗わ。え、角刈りですってこと。角刈りです。友達で一番角刈りだろ。鬼ハゲです。鬼ハゲだね。まあまあ、ゆうた出るのはまあ大変でしたね。うん、どうでした、改めてやってみて。いや、本当に難しいなと思ったよ。うん、どうだった周りから見て。いや、結構ひどかった。ひどいね。なんか、ゆうたのことそう見てたんだよ。いや、じゃあ、あの、全ゆうたの場合で、うん、周りに他のメンバーいたら、うん、俺とかがいないと、そう、その絡んでこないよ、ゆうたって。ゆうたにだから、自分からテンション上げれなくて意外と難かったよ。難かった。え、けどね、相当面白かったと思う。楽しかったからね、割と。見てほしい。いや、俺、どっちなんだろう、ゆうた。どう、ゆうた。ちょっと見てる、ゆうた。一応やりきりましたよ、ゆうた。さすがにブチ切れだと。
違いすぎるのか。さすがにブチ切れだね。まあゆうた、今日の動画ここまで見たら変顔自撮りをちょっと起こしてもらおうかな今日は。はい。やっぱチェックしていこう。4人で撮った動画は全部チェックしていこう。ゆうたが見たか見てないか。俺は LINE しない。そう、LINE しない。で、ちゃんとこの最後まで見たっていうのをゆうたのストーリーで確認してやろうと。本当に、はい、本当に大変なことだからね、この休んでる期間にこのドットの動画一本も見てないとかになったら。それはやばい。これみんなメンションとかしないだろ。そう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 。そう、マジで本当に見なかったら見なかったらみんなもうぶち切れていい。さすがに見るか、これは。見ると思うよ。これはさすがに見ると思うよ。だから言ってるし。そうだね、こんなこと本当に見ないかもと思ったらこんな言えない。言えないから、うん、逆にさ、これ今回ゆうたでやったけど、それぞれのメンバーでやっても面白いかもね。うん、全員あっちゃんとかもやばいな。やばいな、一番カオスだろう。楽しみすぎるな。やばいよマジで。まあ、全員ヒューが音割れひどいとかでしょ。うるさすぎる。でも黄色いバーンなるってなるでしょ。まあまあシリーズ化しても面白そうっすね。はい、うん、ということで、まあ、本日のね動画面白かったよみたいなふうに思っていただいた方はぜひぜひですね、あのキャラ入れ替え企画も、まあ、ちょっと似たような感じで、楽しめる動画になってるので、そちらも概要欄に貼っておくのでぜひ視聴よろしくお願いします。お願いします。そしてやはり高評価コメント、これが、僕たちが動画を作る上で本当に励みになりますし、やっぱ面白かったんだなっていうのが分かる指標にもなっているので、ぜひぜひもう本当1秒2秒で終わることなんでね、ぜひ皆さんの意思表示を、示していただけたらなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画で、バイビー。